はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローなど、よろしくお願いします。ということで、今は、今日34日目のもう夕方ですね。はい。で、見てください。ダートトラップとかを作ったので、ちょっと数、どんな切るかわかんなかったんで、適当に作ったんですけど、とりあえずね、ここにタレットを置いてみたんですけど、こういうところにね、タレットなんかすぐ弾なくなるよねとか思って、こんなのね、こんなの多分すぐ速攻弾なくなるでしょう、こんなのね。こっちにも置いて、一応四隅に置いてみたんですけど、いや、多分おそらく速攻弾なんかなくなるよねとか思って、ほぼ機能しないんじゃないかと、いう気がしたので、ダートトラップをね、作ってみたんですよね。多分私の動画でダートトラップ使ってる動画一個もないと思うんですけど初めて作ったわけじゃないんだけどないんですけど使ったことないんですよね動画内ではね、で作ってみたんですがどこに置こうかなと思ってどこに置きますかね10個ぐらいとりあえず作ってみたんですけどまあここにこうゾンビがたまるんでこういうところだよね置くんならねまあでもこういうとこだよね。後ろから撃ちたいよね、でもね。どうしようかな。ここまで来た人は、ここまで来た人は、ちょっとタレット君に頑張ってもらうか。タレットバーってここに置くから、まあ一個しか起動しないからな、でもな。一個しか起動しないんで、ここちょっと置きにくいよね、ここはね。ここ置きにくいな。外壁だもんね。そこだもんね。まあ置けるか。ここ、この辺だね。まあいけるか。でもここ、最終防衛地点はどこだ?最終防衛地点は、ここですね。ここになるわけですよね。ここに溜まったやつをどう処理するかっていうのはポイントですよね。ここに溜まってですね。一応タレット置いてありますけど、こんなんじゃ効かないだろうから、ここでこう溜まって、ここ一番ゴールですからね。そうするとあそこか。ここですかね。ここにタレット置くか。この辺か。この辺、ここ後ろから狙いますか。あ、でもちょっとずれてるな。これか。この柱か。この柱をタレットにしますか。タレットというかダートトラップにしますか。この柱をダートトラップにして、こことここからまず狙いますかね。この後ろね。まあ、ここにいる奴らもここに置いたら、ここにいる奴らも一応狙えるか。微妙っすね。微妙だね。こっから狙うか。こっから狙う?こことそこ、横から撃ちますかね。この柱と。まあ、こういった。あ、そうか、ここと、向こうの十字方向で撃ちますかね。とですね、最終地点から決めていこうか。なので、このラインですね、このラインですね、このライン、二マス目のがいいかな。二マス目、ちょっとここを壊すか。ここ壊してみますか。ここ壊して、とりあえずね。まずここぶち壊してですね。ぶち壊すのも大変なんだけど、これ。強化コンクリートなんでね。こことりあえず壊しといて、ダートトラップなの。ダーツも作ってないんで、それも作んなきゃいけないんでね。はい。ここ壊して、んで、ここに置きます。これどっち向き?こっち向きだよね。こうだよね。で、ここから撃つと。バス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 、バスバス撃つ。で、プラス、ここから撃つか。ここから撃ちますか。とりあえずね。ダートトラップだらけになりそうか。なりそうだけど。まあ、言ってもね、まだそんなに強力な敵は来ないと思うんで、まあまあ大丈夫だろうとは思うけどね。ワゴン。で、こうか。こうですね。で、ここと向こうから十字方向で狙うと。という、まあ、ここはこういうことにしようか。じゃあ、こっちはどうしようかね。
こっちどうするかな。こっちはもう横からか、このラインか、このラインで左右から打ちますか。でここのやつも倒せるよね、ここだったらね、これ揃ってるからね。うん、ということでここにも一機置きましょうか。ここにも一機置くことにしよう。ダートトラップもスイッチのオンオフつけないと弾なくなりそうだよね。弾補充できるようにしようかなとは思ってるんですけど、それにしても多分補充してる暇ないんだよね多分ね、そんな余裕ないような気がする。うん、バコーンで、ここに1個でしょ、ここに1個、この正面だね、この正面、このラインですね。ここか、ここに1個置くか。で、まあ、左右から挟む本当は真後ろから打つのが一番いいのかな。横からだとなんか当たりにくそうな気はするよね。うん、バゴン、あれバゴン、あ、ここはでもね配線が大変かもしれない。こうですね、でここで左右から挟むと、あそこに来たやつはね。うん、でここのやつ、ここのやつ、この2つはこっちから狙うか。ここ、この柱、柱じゃなくてここに置いてもいいよね別に、直接ね見えないけど、え、見えないけど、なんでそんな、なんでそんな方向向いてんのお前、向きおかしくない？こうでしょ、落ちる、これ落ちないよねこれでもいいよね別にね。うん、超絶至近距離から撃ってるけど、こう来ると、でもこう来るとさ、ここだよね、そこか、このライン上にもう一個置く、向こうに、よいしょ、このラインでここにいるやつも撃てるけどね、そしたらね、このラインでここにもう一個置きますか。あ、そうなるとでもこの、ここに2つ置いた方がいいか。ここに2つ置いちゃうか。後ろから、両方後ろから狙えるよね。そしたらね。あ、でも、そうか。2列になっちゃうと、ここ、ここから両、ここ2台で狙うか。ゾンビ重なると奥のやつに当たらないっていう現象が起きるかもしんないね。手前に肉壁ができると奥のゾンビに当たらなくなるよね。どうだろうね、その辺どうだろう。あ、貞子来たね、貞子くん来ましたね。ん？入ってくるな。ご苦労さんでしたご苦労様でございました。で、じゃあここに2台並べるか。ここに2台並べますか。あれ、あ、行き過ぎた、あ、行き過ぎた、こう、こう、ここ2台並べて、こうまっすぐこう打つとまっすぐ打つ。で、ここは、あ、怒っちゃった。ここはどうしようかな。あと何台？あと3台しかない。あ、もっと作ればいいか。もっと作るか。ここはでもこっちから撃った方がいいよね。ここも揃ってるからね。こっから撃つか。こっから撃ちますか。で、ここからね、ここから向こうに向かって撃ちますか。まあ、横はちょっともういいか。ここに2個置いて、あ、そうなるともうまっすぐまっすぐで行った方がいいかね。そうしようかね。そうしようかな。まっすぐまっすぐで行きますかね。バコーン。ここもバコーンして。
これ削るの結構大変だよね。まあオーガがあるからまだマシだけど、オーガなかったらねちょっとやりたくないよね。ちょっとやりたくないな。トンテンカンカンやるのね、めっちゃ大変だよね。間違えた。あ、いいねいいね。こうこうで、こっからここから狙うと、このラインね。そうするとこっちにも置きたくなるけど、あと1個しかないんで、まあ、また作るか。あ、落っこちゃった。また作るか。あと何個いるんだろう、あと何個いるか数えてから作ろうか。よいしょ。これ行くのが大変なんだよね、向こうにね。行くの大変なんだけど。あ、行けなかった。行けなかったわ。上から行くか。はい。ということで、このラインもここから打つか。まあ、ダートトラップちょっと作り、もっと作るとして、あと何個いるかだけ計算しよっか。で、まあとりあえずここに1個は埋めとくとして、ここに1個はまあ埋めるとして、もう1でしょ。で向こうにも置きたいね。そうなるとね、1、これで2、3、あと3つかな。最低3つ、あと最低3ついるかな。1、2、3。こっから来るやつをどうする。こっから来るやつはまあまあ最初だから多めに見てやるか。最初だから多めに見てやりましょうか。こっちから来るやつはね。で、ここか。ここも打ちたいね、後ろからね。そうすると、あそこで1でしょ。2、3、4、5。5個。あと5個かな。あと5個ってとこですかね。ここがちょっと弱いような気がするな。ここ弱いよね。エレクトリックフェンスとか置くか。このピヨってここにね、こんな風にね、ビリビリさせるか。ビリビリ。最終ポイントだからね、こうね、ゴールって言わなきゃいけないからね。ゴールに電流流すか。ゴールに電流流しますか。こうね、この辺にね、ビリビリ。ゴールしたところで、ちょっと時間を、私逃げなきゃいけないんでね、ゴールされたらね。ゴールされると逃げなきゃいけないんで。まあそうしましょうか。はい。じゃあそんな感じでちょっと作っていきたいと思います。はい。ということで、ダートトラップ設置終わりましたね。なんとかね。なんとか終わりました。で、まあ1個じゃ足りなかったんでね、データ、ジェネレーターバンクが2個作りました。で、2個つけるとまだ余裕あんのかなっていう感じはしますね。はい、2個。エンジン全部で12機使ってますね。はい。で、言ってたようにダートトラップを置いて、スイッチをいろんなところにつけてますね。で、まずこっから入ってきて、ここはもうずっとダートトラップなしですね。なしです。で、ここまで来てですね、ここまで来て初めてダートトラップ起動です。まあ、タレットを下にジャンタレ置いてありますけど、ここに溜まったやつをこれで狙うと、ガシャッガシャッ。で、この下のやつが動くので、で、ここから、水平方向に発射してもらうと。で、ここで倒しながら、ここも倒しながら、こう行って、で、ここまで来たらまたここにダートトラップが置いてあるので、ここ4つ目起動ですね。こうですね。で、ここ動き出します。まあ、その頃には向こう弾なくなってんだろうなとか思ったりもするんですけど、まあ、ここ起動しますね。もうつけっぱなし行こうかなと。で、ずーっと来て、ここまで来たらまたここの角にも置いてあるので、これ起動します。シャキシャキンと。はい。で、こうですね。ここずーっと行きますね。はい。で、ここまで来ると今度はここですね。この2個ですね。この2個。この2個起動します。で、この間は、前回はこの辺までで止まったんですが、もしここまで来た場合ですね。ここまで来ちゃったら、まあ、ここにも置いてあります。
ここ起動します。シャキンシャキンで、こっちにもあります。シャキンシャキンこれ向こうのやつが動くんですけど、向こうのやつが動きますね。で、ここをつけるとこいつですね。こいつと向こうの奥のこれですね。これが動きますこの横方向ですね。横方向から打ちながらの、あそこも動くので、横と縦から、ここの人たちは横と縦から打たれることになります。はい。で、まあ、さらにここまで来るとですね、ここにもう一個置いてありますね。うん。これですね。これとこれを起動します。そうすると、まあ、向こうからはずっと弾が、まだそんなに弾がなくなるかどうか、どのタイミングで弾がなくなるか分かんないですけど、こっちからは弾が飛んできてるにもかかわらず、こっちとこっちからもまた弾が飛んできます。この、ここちょっとずれてるんでね、ここちょっとずれてるんで、ここのラインはちょっと当たんないかもしれないですけど、ここは当たるので、こことここと、さらにここですね。はい。この3方向から来て、まあ、ここが最終なんですけど、ここを壊されたら、もう私逃げる。私の負けです。はい。負けですが、死にたくないので逃げますけど。そこ壊されるとね、もうここから上がってくるので、まあ、ゴールっていうことで、ここに電気フェンスを置くかどうか、今ちょっと考えてますね。はい。ゴールした人のためにビリビリさしとくか。うん。と、まあ、こんな感じで、今回はやってみようかなと思いますね。はい。これでどこまで来るかですね。ゾンビかね。うん、どこまで攻めてくるか。はい。ということで、今日の夜ですね。今10時なんでね、まだね。うん。フェラルフォードをやっていきたいと思います。じゃあ次回の動画でフェラルフォードの模様は、お伝えしたいと思いますので、よかったら、チャンネル登録、Twitter のフォローなど、よろしくお願いします。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。おかみさんでございました。またね。